はい、今日の楷書は天地ですね。はい、横棒をキュッとってあげます。はい、高いとこから下ろしたら一気に引っ張って、はい、上げます。高いとこから下ろして、ゆっくり止まって、慌てずにね、ずっとずっとずっと、まだまだまだ行きましょうね。ここで終わりと思うとね、ここでシュッとね、こすってしまったり力が入ってしまいますので、ね、遠くまで行く気持ちで、そして右払い1止まって2と、これも遠くへ行くようにね、慌てずに、ちょうどここと揃うぐらいのところで止まって1、2と行くといいですね。はい、次は地ですね。土辺ギュッと上がってください。はい、立てとく、しっかりと、はい、またギュッと上げましょうね。相当上がってますね。45度ぐらいの角度でね、この時こっちがたくさん、こっち側ちょっとにスパッとちょん切れた形にすると、こっちの作りが綺麗に入ります。はい、角しっかり意識して内側ギュッと入れましょう。ここちょっとがいいですね。はい、高いとこからゆっくり止まる、慌てずにね。はい、ここ狭いとこはちょっと軽く止まって、はい、止まって、行くに従って太くなるぐらいがいいですね。ゆっくり止まって真上上げましょう。ここが揃うといいですね、地っていう字はね。そして割と横ぺったんこで大丈夫ですから、